天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さん、屋外からこんばんは。本当に本当にいい気分。こんばんは。天才ピアニストの竹内です。マスミです。今日はですね、はい、4月2日に控えた、はい、始球式、はい、これの練習のためにですね、はい、なんと公園にやってきまして。そうです、先輩のエースこと、はい、加藤さん、バッテリーズのね、バッテリーズのエースさんにですね、はい、ちょっと頼み込みまして、大阪の芸人一野球がうまいと、噂のね、ちょっと練習に来させてもらって、はい、屋外で撮らせてもらってるんですけれども、はい、ちょっとね、うん、まあ、1000回を超えましてね、うん、我々が今まで相談乗ってきた皆さん の、うん、はい、その後どうなんだみたいな話もあったじゃないですか。あったあった。でね、その後ね、うん、送ってくれた方がいたんですよ。あ、そうですか。途中経過を申告してくれてるんですか。全財ペロリストさんって、ね、はいはいはい、ショップ店員さん、うん、で今までずっと知り合いやったのに急にご飯に誘われたみたいな。覚えてます、覚えてます。で、まあ、それはええ感じなんで頑張ってください、うん、ただネットワークビジネスの可能性がありますっていう注意喚起だけさせてもらいましたけれども、はい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 、一旦センサーをはびこらして、はい、ついていってくださいと。そうそう、気をつけた上で頑張ってくださいっていう話をしたんですが、うん、送ってくださいました、はい。本日ついにデートに行ってまいりまして、うん、帰ってまいりました、はい。お昼に映画館で待ち合わせして、うん、知り合って10年以上だったんですが、本当にお店以外で話したことがなかったので、うん、ポップコーンは塩派かキャラメル派かなんて些細なことを知れるのさえ新鮮で楽しくて、うん、で、K さんと呼ばれてますね、この方のことを、ね、はいはいはい、お相手ね、うん、映画の後もご飯に行き、お互いの性格の話や仕事の悩みについてなどいっぱいお話をして、あっという間に3時間が経っていきました、うん。で、一瞬月収を聞かれて、うん、はこれネットワークビジネスのお誘いの流れなのではセンス働かしてるねと頭によぎったんですが、うん、大丈夫でした。楽しい時間はあっという間に過ぎ、この日はお付き合いしましょうみたいな空気になることはなく、うん、食事を終えて同じ線の電車で帰ることに、うん、実は6月にも見たい映画がありまして、これそもそも映画デートでしたけれども、はい、また見たい映画があるということで、それも一緒に見に行こうともう約束をしていたんです。なので今日はもうそのままお別れしてもいいのかなと思ったんですが、うん、ちょっと時間が空くのが寂しいなと思って。あ、それ6月ですからね。それ遊びに行ったのいつなんやろ。もうつい先日です。はいはいはい、な3月ないかな。3月ですね。なので、まあね、3ヶ月ぐらい空くんよ。そうなので今日そのままお別れしてもいいのかなと思ったんですが、ちょっと時間が空くのが寂しいなと思って、うん、4月が K さんの誕生日やったので、うん、お祝いも兼ねて今度は僕から食事にお誘いしてみました。ほう。すると K さんは誕生日をお祝いされたりするのが苦手らしく、うん、普通にご飯食べる感じならと一応 OK をもらえたんですが、うん、なんか余計なお誘いやったかなとモヤモヤした気持ちでその日はさよならしてしまいました。なるほど、うん、K さんは食事中の会話でも大勢でワイワイしたりするのも好きじゃないし、うん、人を自宅に入れたり人の家にお邪魔するのも好きじゃないとお話しされていて、なるほどね、ああこういう人は誕生日をお祝いされるのが好きじゃないかもなと思ってたんですが、うん、案の定そうでした、うん、でもこれは僕とのデートがいまいちで、この人は脈なしかなという遠回しのサインなのではという気にもなったり、でも6月にはまた映画に行くしなとちょっと心が落ち着きません、ふんふんふん、ということなんですが、なんか難しいね。これはどう見られますか、専門家の方からしたら。専門家的にはですか、うん、はあ、どうなんですか、トータルどうなんですかね、これは。これどうなんやろ、そのいろいろさ、はい、でも月収のこと聞かれたりとか、それって2人の未来を見てるってこと。うん、気になってるってことやもんな、その彼の全財全ペロのこと、全ペロのこと、うん、いや難しいな。なんかそのほんまに映画見に行きたいとかだけなの場合もあるのよね、正直。それってでも、なんかなかなか友達で映画あんまり好きな子いてなくて、でも一人で見に行くのもかなんなっていうのでさ、はい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 、あ、なんか映画楽しかったし、また映画友達みたいな感じで、だ映画に一緒に行く中でありたいっていうだけという、うん、誕生日でもそんな変な反応なん、どういうことなの。誕生日お祝いされたりするの好きじゃないってあったとしてもさ、うん、好きな人やったら嬉しいんちゃう。そんなことない、嬉しい。苦手なんてあるんですか、誕生日お祝いされたの苦手って。そんな人おるんですか。誕生日お祝いされるの苦手っていうことはもうお食事自体も苦手やで。そうやね、だって、うん、そのみんなでパーティーしましょうよ、ねんねんさんの誕生日パーティー行ったら、あ、苦手なんです、そんなやめてください、少人数でいいですっていうのは分かるわ。だってお祝いってね、そんなお誕生日おめでとう、うん、で終わるやん、お誕生日の会話。そうやそうやそうや、そうで、あとはもう大半ご飯食べてるだけやから、うん、だからどういう、でも別にまあ、うん、この間は盛り上がってるわけでしょ。そうやね、映画自体は行ってる時は盛り上がってるわけやから。マジで映画仲間が欲しいだけなんかな。なんかめちゃくちゃ微妙やな、なんか分析むずいな。難しい。でも
嫌やったら絶対断るし、で映画もう一回行こうっていうのは言わへんから、まあそうやな、そのご飯行くぞそうやなやし、ご飯に行こうっていうの、まあご飯食べるだけならっていうなら OK っていうことで、ちょっとごめんなさいね、あまりにも屋外ということでね、こんな距離でね、サッカーが始まりましたと、ね、ゼロ距離でゼロ距離でゼロ距離おばさん登場ということでね、お子ちゃんサッカーはだけどあんまりね、こんな違うとやらないと思うんだけど、もうすぐこれ、これもうねボールこそ飛んできました、ね、だからね、はい、ちょっと真後ろと分析が非常に難しい、そうなんでも偉いね、前菜はそうやね、カバンにはそうあれチームメイトと一員としてね、サッカーに参加してるぐらいの距離感があるんですけどね、そうですね、うん、そうだから果敢に、ね、6月までは空いてしまうから、うん、でも6月でいいっていうぐらいの感じのテンションってことか、もう無理ちゃうん心が折れそうや、初めて1000回を超えて、初めて1000回を超えた今ね、やっぱ屋外っていうのはハードル高いですね、いろんなことがありますよ、いつも我々はやっぱり個室で撮ってきましたから、はい、しかも子供ちゃんがこっち側に寄ってくれたおばちゃんの方が、ね、おばちゃんがね60代のおばちゃんがねまあ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 やっぱりね、しゃあないですね、味方ばっかりじゃないということでサッカーのチームメイトでもあるし、おばちゃんがラジオの一員でもあるっていう感じですよね、なるほどな、うん、そういった捉え方もあって、絶対なんか撮ってる感じは出してるんだけれども、ね、まあまあしゃあないか、これすいません我々が悪いですけどね、だからほんまにたまに会う感じでいいっていうテンションなんですかね、うん、なんかこうお近づきにグッとなりたいというよりかは、向こうの方はでもだからって向こうが LINE して来てるわけでしょ、うん、そうやで、最初言ってきた向こうやで、映画見に行きませんか、うん、ちょっと待って、大子悪魔系っていうことはあり得るんですかね、大子悪魔ちゃんっていうこと、いやでもそれはちょっとさ、大子悪魔すぎてさ、ミス失敗する可能性みたいな高いやん、正直男性側はそれやったらもうええわみたいな、確かにな、うん、確かにそうか、じゃあほんまに映画友達が欲しいのかな、まあちょっととりあえず2回目お食事行って、うん、どうなる、その前菜、前菜さん的にはさ、うん、ちょっと好きな気持ちはあるんでしょうか、ちょっと好きになりかけてんじゃん、だってこんなん、もうでもね好きになりかけてるっていうのはないと思うねんな、好きか好きじゃないか、グラデーション許してもらえへんの、うん、ああじゃあ好きなんじゃないですか、これって好きなんかな、付き合ってもいいって思ってるんじゃないですか、せやな、うん、と思うんじゃないですか、寂しいって思いがあるんやからな、そう開くからなっていうのでお誘いしてるわけですから、うん、お食事に、ちょっとな、でもこれはねかわいそうやで、全財ペロリストめっちゃかわいそう、ちょっとさっ近づくデート行ってみたら、より距離感が近づくような、えそれはどうしたらいいんですか、まあそうですね、はい、まあ、映画館っていうのも距離感すごい近いデートではあんねんけど、はいはいはい、やっぱ間で会話がないし、ちょっとおのおのの時間が生まれてきてしまうから、なるほどなるほどなるほど、まあ、ちょめちゃくちゃベタですけど、うん、海遊館とかやったら、はい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 、海遊館、水族館か、水族館ね、もう一択私も水族館イコール海遊館みたいなとこあるから、あなるほどな、まあ、水族館やったら結構二人でずっと寄り添ったまま喋りつつ、なんとなく薄暗いしな、そう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 、で観覧車とかも乗って、はい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 、はい、あーそうかそうか、全部詰まってる、それが海遊館か、可能ならば車で行ってな、はい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 、なるほどね、まあ、車持ってなかったらレンタカーするなりして、ほんで、でも下手な夜景を見に行ったらダメなんですよね、いやいいよ、あいいですか、いいですいいです、奈良県民がリアクションに困るっていうな、はいはいはい、リアクションに困るとおなじみの夜景ですけど、夜景にうるさいっていう話をしましたけど、うん、その前回はちょっと3時間ぐらいで短かったからさ、丸1日一緒にいてみて、はいはいはい、朝から、いやでも私ちょっと大勢と丸1日苦手なんですよっていう言ってきたらどうすんの、向こう大勢、うん、いや大勢でワイワイするの苦手な方が K さんがね、うん、ほんまに K さんって心だけにしてくれよ、ほんまに、ね、しなるほどな、ちょっとか結構あのあれですね、あの抜群に社交的な方じゃないっていうことですね、まあそうやな、 K さんはやのに送ってきたよね LINE を、それがもうちょっとよくわからんわ、そうやって好きにならすだけならしてやめてくれよ、好きにならしや、
鳴らし屋さんやん。だってそんな普通意識するのは分かるでしょ、うん、こんな関係薄い方に急にちょっと映画行きませんかって。これなんなんやろな。ほんまに人として友達になりたいっていう、うん、はい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 、男女関係なくね、うん、だからほんまに久々に会えたから、うん、ちょっとマジで友達として一緒に遊んだりしたいなっていうだけのことなんかもわからんな。だって食事ってより映画を好んでるわけじゃないですか、うん、で映画ってただ共通の趣味っていうライトな雰囲気もするやん、一緒に二人きりで出かけたとしても、はいはいはい、でもご飯とかってなるとちょっとこう親密度を増していくためのっていう雰囲気やから、それをなんかあんま好んでないっていうのは、はいはい、だほんまに付き合うってなったらそれを拒む意味がちょっとわからへんもんな。分からへんから、で人にの家に行ったり、うん、そやね、それ言ってきてんの嫌やねん。結構バリア強いよな、うん、バリアめっちゃ強い。うーん、無事結構無事だからほんまにもう全財さんが好きやったらこっちからどんどん距離感詰めていくしかないよな。ほんでなんかそういうのちゃうねんってなったらもうええわーって言ったらいい、うん、もういいですか、もうええもんな、こっちが。だってそっちが言ってきたから映画行ったのに、うん、って感じやん。せやねん、ちょっと距離感詰めるデートプランを次立ててみるとか、うん、だ海遊館とか、うん、海遊館とか海遊館とか海遊館とかで前回はあのお昼やったということで、ええ、夜どうですか。そうっすね、うん、お昼は一旦下手んだから、はい、夜ご飯に行って、夜ご飯に行ってお酒飲めるのであればちょっとお酒も飲んでみたりし て、ちょっとこうまあ3時間ぐらい喋ってんだけどな、うん、でもええかなと思う。ちょっと手とか触れてみたら。そうやな、うん、触れてみたいし触れられたい。そうそうそう、でも月収聞かれてるからまだネットワークビジネスの話してきて、だって1回目で言ってこないパターンあるでしょ。確かにな、そうでしょ。まだ気をつけて、おやすみ。ツボ、チャンネル登録ってした方がいいもんね。うん、私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？